あ、キラさん水曜日久しぶりな気がする。じゃあお願いします。さあ、ジョハと続いたら、出てくるのは Q ですね。はい、で Q さんが HCR ではなく RC、セスだから S かな。ラウンド1ファイト。シェッRSC ですね、もう。ナナロスさんがアソディが入ってる。さあ、兄より優れた弟、兄が優れてるのは駒投げ、通常投げだけかと言いたいところですが、あと漏れてしまうの。おっと、とある人が来たよ。呼んでないけど呼びたい、呼びたい。みんな、おずさん来たよ、おずさん来たよ。オズさん、エントリーは、うん、今日紅白、今紅白戦、紅白戦月曜やんなかったから、そうそうそう、もうみんなオズさん出てほしいよね。と言ってる間にキュンさんがかなりいい感じだが分からせられない。まあエントリーしましょう、今すぐと。やってもらおう、出てもらいましょう。おっ、今日は普通に。お金は後で。え、キューさんがかなり追い込んでいる。時間は10秒切る。さあ、ここまで粘った甲斐がある。バルカンが当たらない。まあ、しゃがみの姿勢がかなり低い。お金は後で、払うとは言ってない。で、テストクーラーですが、エージェントって本当にね、世間一般的にこんなキャラなのかと。これ超強い。おっと、あれは当たらない。さあ、この空中の波動 D を先端で打つだけでかなりの嫌がらせになるが、これは下段なんですよね。見ての通り下段です。こんなエージェント一度たまるか。アデミで、ですが、あの当て目には殺意がこもってるが、こっちも殺意がこもってる。あと中段はしゃがやまで。 AC 強い。中段、あ、ジャンプ D つなげていく。これはどうなる。まあ、あのかすみちゃん歩きすぎた足がね、かなり硬質化しちゃってますからね、硬くなってます。あ、うまい。M2 が怖い。あ、投げる、止める。おずさんじゃない、 Q さんが連勝を止め。では、連戦王子。さあ、小津さんがちょっとマイクを持ってくれると思ったらお菓子を物色している。あ、持ってくれる。あ、ございます。バレンタインチョコいただきました。バレンタインチョコです。さあ、バレンタインチョコ私ももらいましたね。これ明治って書いてあります。チョコレートが明治。灰皿が欲しい、灰皿が。ラウンド1はい、ということで見ていきましょう。はい、なんだっけ、あの左の女の子は。ああ、え、自分の魂キャラでしょ。ひなこ持ちキャラでしょ。Q
気のせいです。さあ王子対 Q さん、はいこんばんは。ということで、まあ実況の方をやっていきましょう。まあなんかね、この組み合わせ実はラルフが超きついの知ってるんですけど、ね、うまくのらりくらりと回してラルフ側がリードを取っている。すごい、ひなこがすごいなんか襲いかかっている。はい、私にチョコレートを送りたい人は私の住所を教えませんで、ぜひとも送ってください。やばい、新しい。でもなんかね、オレンジさ、まあ、全然さ KO と関係ない話だけどさ、なんかねこの頃さ、マジでこたつやらこたつ布団のやらが俺ん家に届くんだ。あのさ、でもさ送ってる人俺じゃね、もちろんさ買ってるの俺じゃねえんだ。だよね、俺絶対そう思って。親でもねえんだ。誰、友達がさ勝手にさ俺ん家にさ、こたつやらこたつ布団やらさ送ってきてさ、俺ん家でマージャンやろうとしてんだ。マジでさ、なんだあいつらみたいなね。いやね、マジで。まあ、そんなオズテ、誰かしら人がいる。何だったっけ、お前。いや、そん時だったっけな、確かね、俺がさ、家で寝てたんすよ。そしたらさ、ピンポーンってなってさ、宅急便でーって言われてさ、え、何なんで宅急便って言ってた。親から別に送ってもらうもの何もなかったんだけど、で出るじゃないですか、差し出しに見るじゃないですか、友達の名前なんですよ。ではっ、なんでなんだこれ。で、まあ、とりあえず受け取るじゃないですか。あとで、なんか送ったからって、知らねえからって、起きてっからって。ひどいね、ちょっと意味わかんないんだね。なんか噂によると、オズ亭の清掃員がルイコさんって聞いたんだけど。ああ、清掃員家政婦さん、もう家政婦さんかなり仕事をしてるっつって。はい、ということで、まあ、実況してくださいと怒られてるんで、実況してくださいと、はい、実況していきましょう。王子でですね、まあ、うちにですね、ほんといろいろ送られてきてですね。ほんと、もうね、言ってない。困ってる反面、まあ、嬉しいんですよね。嬉しいです。やっぱりね、勝手になんかね、うちに物が充実していくんで、ね、物が増えることは、なんかね、俺も今ね、そのね、まったくよって文句言いつつも、こたつでぬくぬくしてるんで、ね、ニヤニヤしてる。こたつうめーって。それだけ。それだけ。次は決まったかな。はい、よし、さすが我が弟子、さすが我が弟子、あすかあすかしっかり難易度が高すぎるし、俺もよく見てる。なるほど。それだけ。セラヌ、セラヌ、いやマジね、ネームレスのコンボ平気でやってるやつの気が知れないんですよ。俺マジ自信説だと思ってたから。ダイパン前八乙女が精一杯な俺にとっては。なるほど。おーい、ということで、さて、さて、Q さんが俺出ていいの？あーどっちでも。さあ座るわ、来て。実況すると言いながら自分家の家庭内事情をいっぱい話した、オズさん、キャラ間違えたって言われには結構ガチンコな気がするのは、キャラが強い。さあそして王子はひなこを使うと見越してクーラーを入れたが、もうこれは王子は今まで誓ってきたものを捨ててでも捨てて強引に行った方がいいですね。強引に行った方がいいです、はい、王子はこの後第2回万世杯が待っております。万世杯、万世杯。あー、いいよ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 と。そうですね、ワンピーは王子です。うまい、これはうまい、は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 い、いいよ、はい、はい、ゲージを使わせる。こいつ、うわ、こういうとこしっかりしてる。いいぞ、しのいで。あー、運がいいな。運がいいよ、オズとか言って。初期さん
初期さん、これ実況じゃないっすよ。あおりでしょ。さあで、ケイダサイクラ足払いから、さあ王子しのぎどころか、さあこれはいいぞ、ジャンプしてから、もうアインシェルガードさせてジャックバイスとかいいですよね、多分いいっすね、ケイラシ側が そんな勢いです。それ無印の時にあのキムの三空芸ガードさせて強飛演算ですよ。ああ確かにありますね。さあ冷たいオズの立ち回り、さあキャンして、こいつ運がいい2段、運がいい、で王子が満身創痍のこの状態、現状そっくりそのまま反対にしてほしい。ここは体力を大事にしていきたいところ、命を大事に、はい、それだけ、うわこいつハッピーバレンタイン、うまい、うまい、しっかり見ている、吸収は激しい、初期さん、こんなに性格クズな人が投撃覇者になっていいんすか。さあ、こからさあ、大地を揺らしていく、ゲージがないので前で終わってしまう。しかし、かける2から、すかし投げも通って次は外していく、さあ、まだあるんじゃないか、君はよく頑張ったよ。しかしまだ終わっていない、うまい、いい返し方、さあしのげるか王子、冷たい、冷たい、あ、そっか、俺もまだ2個残ってるわ、そろそろやりたいって、オーダーセレクト、なんかナルトさんに対して小津さんが弱みを握ってるっぽいですね、パズドラかなんかで、なるほど。で、宇田さんはいつもと変わらないチーム、これは結構テリー側きついと思います。そうですね、相当がん、お、いいですね、こい、なんで切れてぶっ放してんだこの人は。さあしかし見るとこを見ている、中段から一瞬待って投げ、いやーこの辺さすがだよな、いい子だ、ラウンド2、続いてキングですが、ちょっとやはり状況が良くない、ゲージもなく、カメラがかなり体力残しちゃってます、ここのクーラーを崩すのが本当に至難の技ですよね、やばいっす、やっぱ初手取ったっていう安心感もあると思いますからね、まあ、そうですね、これは発動ができなかったか、レイスピンが刺さって体力も逆転、さあハッピーバレンタインが刺さって2度目はない、おっとトネード漏らしてしまい、強バイツ、ただアンディで3枚抜かなきゃいけないのはきつい、なぜかガードしている、あれかなりの確率で立ちガードしちゃうと思うんですけど、俺また
ゲージがある、危ないと相手のゲージを減らしていく。投げ外して、今のも打ったろ、今のは何すか、打ったろ、今のは何すか、ジャンプ B、 ジャンプ防止ですと、あれだけ匂わせたから平気だろうと、今の怪しすぎだろ。さあ青い花を対空にして吹き飛ばし前へ。アンディゲージがまずい、あっガクラゲージが。さあ早乙女が出ないか、昇竜弾を漏らしてしまったところに、ここで YD さんが登場したところで小津の勝利。 100g3000 円相当のビーフジャーキーを買った YD さんが、いきますか。さあ小津さん、やる気出てきたぞ、やる気出てきたぞ、これダイモンベニオ、なんでこう98っぽいチームになるかな、2人とも。なんか98っぽいなこれ。よし、あお海王拳、宗司さん元気してっかな。ラウンド1で海王拳2人同キャラ、さあベニマルがアドバンテージを取ってんのは食さん、実は食さんベニマルかなり使い込んでます。反動サンダーのスパキャンできないだけです、他は強いです。たまにやると出るんですって。なんだこいつはよって、何がやばい、食さんこの前のファイターズヒストリート決まりの笑顔を見してる、これはやばい、俺はできる、はいはい、あこうガーキャン逃げて、青い花1段目ガード、もう一回手のしたら ND が刺さり、青い花でなんとか見苦しくいく、リバハイばっかしやがってと、安定行動はやっていく、それが老害、こうしっかりと下段から決める、もう一回、うわー煽り合戦、今度素人じゃねえかよと。こんな面白いとこ西日暮里 VS 皆様一度おいでください。空中投げ決める、だが祈りの方は4ゲージフルにある、あーにぎやかです、穏やかな周り、おーっと投げる、なんで強パン当たった瞬間大パンしてんだこの人。オタク渋いね、もうほんとそうですね、98以降の契約知らねえと。さあこれ勝った後のお互いの一言これもらいましょうね、ちゃんとかなり面白いコメントになると思うんで。で状況だけ見ると食さんの方がかなり有利だが、しゃがし決める、この辺りなんか2戦っぽいですね、確かに頑張っていきます。しかしよ、もう俺投げたってもうあんた何回大パンしてるんだと。しかしこう決まる、だが死なない、NB、あれちょっと下段なんですよね。もう勝つたんびに素人っていう。さあこれは事故の元が当たった方が負けるか。
事故の方で一発入る。だが単打ではない。投げ投げる投げる、あ、筋肉のお祭り。さあ下駄と張り手を駆使してダメージを取っていく。行く行くのか、行けるのか。もう欲望だ。もうあーっと、これは安い安い。うーわー、初期さんマイクで一言。はい、とりあえず次の人お願いします。最後はい、ゲームオーバー。やっ、もうね、負けたらさ、もう喋るしかねえじゃん、あとつまんねえじゃん。 あと俺できることはさ、プレイでは手出しできねえから、もう口出すしかねえからさ。 おめえ挽回、口出すしかねえから、もう口に出すしかねえ。さあこっからの食さんに対する煽りを小津さんに期待して、はい、ウオさんはいつも通り、はい、見てみましょう。何何ユリキング裏ケース、裏ケース、あれ誰、初期、イオさん、あ、イオさんで、対して、あー、来た初期、あー、もう吹き上がって死ね、ほんとにあいつを。あ、やばいやばい、これ生放送だった、生放送、生放送、生放送、ちょっとピーって文字入れてもらう、ピーって入れてもらわないといけない。放送禁止用語になっちゃうから、放送禁止用語だからね。いけ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 、よしよしよし、いけよしよし、いいよいいよ、いやいやいや、削る削る削る、逃がした逃がした逃がした。何何言ってんのこの人は。ということで、まあ見ていきましょう。初期がなんか減らされて減らされて、若干リードしてんのはイオさん。そう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 、逃がした逃がした、ダメダメ、いやいや、そういう逃がした、そういう逃がしたよ。やばいやばい、今のうまい、キャップルっぽいことしてる。そう、マジで。よしよしよし、話しにこい、じっくりこい、じっくりこい、じっくりこい。ダメだ、ダメだ、ダメだ、あー、MB が刺さり。残念だ。残念だ。残念だ。もう、小津さんがね、小声で放送禁止用語言ってくれますからね、これ。はい。よし、逃げる人。よし、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 よし。よし、オッケーオッケーオッケー。危ない、危ない。リュークランプある、リュークランプあるよ。リュークランプあるよ。リュークランプあるから飛んでダメよ。やっちまえ、やっちまえ、やっちまえ。あれ、あかん、あかん、あかん。はい、ということで、実況していきましょう。はい、お願いします。そこで実況していきましょう。ね、ということで、画面端でユリが固められつつも、このキャラ、いつぶっ込んでくるかわからない。はい、でもこの体力ぶっこんでガハされたら逆転されてしまう、逆に殺されちゃう。はい、うまい。さあ、こっち通ってくゼロ、これしっかり刺さってる。急に初期を褒めたたえる、俺急に褒めたたえる。まあ、ね、ガーキャン全然しやがった。なんでそういうとこ小声なのもはい、ということで初期さんうまいですね、うまいですね、はい、初期さんうまいですね、はいはい。もうね、この二人仲いいんですよ。で行きましょう。いや、俺初期さん大嫌いなんで俺は紅3連続の恨みをまだ、ね、忘れてはいない。はい、あと1だった、あと1だった、取れないだけ、取れないだけ、ほんとに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 、よーしよ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 し、ところどころでね、小津さんの本音が聞こえてますけどね。伊予さん、なんとかまだ繋いでほしい。実況する気さらさらないからね、俺。ノーストライク、よし、いいよ。さあ、危ねえ、危ねえ。ノーストライクでしっかり牽制していこう。ダメ、そういうの。初期はじっくりいこう。初期を殺すにはじっくりいこう。いや、初期とかいうパズローラーちょっと次回があればしっかり、いいよ、初パズローラー、サプライズローズ入って、素人みたいな子もミスりやがってよ。ガーキャン全体逃げて、サプライズローズが漏れてる。あー、なんかジャンプからフルコンっていうなんかうまいとこ見せましたね、本当に。しっかりマックス、さすが食さん、さすが食さんだ、うまいわ本当によ。ゲームオーバー。